皆さんこんばんは。今回はトータリーアキュレートバトルシミュレーターをプレイしたいと思います。ではメインメニューからキャンペーンを選びます。キャンペーン選択画面です。 The Introduction を選びます。レベル選択画面です。 Size and Friends を選びます。今回はマンモス何体でチーフテンじゃなかったサイズ&フレンズに勝つことができるかということを確かめてみたいと思います。何体でと言いましたが、マンモスのコストは2200で手持ちの資金が3200なので1体しか置けません。1体で勝つことができるかどうかという確認となります。マンモスを赤チーム側の中央に1体配置しました。これでもう最後のバトルとなってしまいますので結論が出ますね。マンモスのみの編成でサイズ&フレンズに勝つことができるかどうか。では青チームサイズ&フレンズ VS 赤チームマンモス1体バトルスタート。予想としましてはどうでしょうね、微妙な感じですよね。ちょっとマンモスが優勢かなっていう気はしますね。ハーベスター3体ですからね。ハーベスター3体とポーションセーラー3体っていうのが主な敵なので、あ、これならなんとかマンモスの方が有利なんじゃないかなという気はしてますが、分かりませんよ。毒を浴びてますからね。毒を浴びてマンモスの動きがどうでしょうか。ハーベスターは全部倒した。残りはポーションセラーのみ。ポーションセラーあと2体、これはいけるのではないでしょうか。しかし毒をたくさん浴びた。マンモスの動きがおかしい。変な方向に進んでいっている。突進できるか。突進できなければもうか。さあ横ドリフト突進、ドリフトアタック、やりました。ドリフトアタックでちょっとかすった程度にも、最後の1体のポーションセラーに対してはかすったような当たり方にしか見えなかったんですが、それでも大きなダメージを与えたのか、それともポーションセラーの防御力がというかヘルスが弱いだけなのか、あっけなくポーションセラーを倒してしまいました。やはりマンモス強いです。最後の砦で赤チーム側の最後の砦でトライバルファクションの最後の頼みの綱マンモス、やはり勝利してくれました。ということで結論が出ましたね。サイズ&フレンズに勝つためにはマンモス1体が必要であるというのが結論です。というところで今回の動画は終わりにしたいと思います。続きはまた次回の動画でプレイしたいと思います。それではお疲れ様です。